こんにちは、マカロニです。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。オクタの目玉と、オクタの風船、簡単に入手できる場所、しかも、タダで。バグなど使用せずに、繰り返し、無限に入手できる場所、知っていますか？はい、結論を言えば、ここ、ウオトリー村の、よろず屋です。ここを解放する方法は、後で説明するとして、まずは、無限入手を試していこうと思います。剣台、鎧ガニ、オクタの目玉、オクタ風船、これらが無料でゲットできますので、根こそぎいただいておきましょう。なあ、おう、ああ、なあ。そして、一目散に走って逃げます。いや、万引きではなく、もらったので逃げなくていいですが、すぐ左手にある宿屋に向かいます。あ、一晩寝ます。朝か昼にしておきましょう。ワークします。場所はどこでもいいですが、便利なようにもらえる場所のそばに僕は作っておきました。すると、ご覧の通り商品が復活していますので、また根こそぎもらっていきます。全部取ったら、また走る、寝る、ワープを繰り返すだけで、簡単にオクタ風船や目玉を増やしていくことができます。ちなみに、寝た後にワープしなければどうなるのか試してみました。やはり寝ただけでは商品は復活していないようですね。同様にワープするだけでも復活はしませんでした。時間経過とエリア移動、両方が成立したら復活するのは矢の無限購入と同じシステムなのですね。ただし、このオクタ風船などは完全無料なので、ルピーがなくても最大まで増やすことだって可能ですね。最後に、よろず屋の解放手順を説明だけしておきます。最初は、海賊を倒して、ウオトリー村を救出します。次に、ウオトリー村再建計画を、桜田さんの指揮のもと、完了させます。最後に、流された、商売道具、というクエストを、リガニーから受注して完了させます。最後のクエストは、果ての小島にある船をゾナウギアで運転し、ウオトリー村まで運ぶことでクリアできます。ワープマーカーは4つの地域の神殿どれか1つをクリアし、ロベリーに話しかけることで果ての古代研究所に移動しますので、そこでもらうことが可能です。はい、今回は以上となります。今回の攻略が参考になった場合は、ぜひ高評価を1票入れていただけたら嬉しいです。マカロニでした。